失礼します。プライトです。東京都に住んでます。26歳です。投資家社内ベンチャーでお願いします。500万円です。日本で地域事業、ボドゲ塾をはじめ、思考力や独創力の高い人がどんどん生まれる仕組み作りを作りたいと思っています。出身が和歌山県になります。で、和歌山の高校を卒業しまして、で、一浪をしてですね、名古屋の方で。その後に大学、静岡の大学に4年間行きまして、で、その後、就職しました。就職先がですね、まあ、うつ病経験して、1年半働いたんですけど、辞めて、そこから今に至るっていうような感じです。はい、ビジネスプランとしてはですね、地域に生かせるんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。それと、まあ、塾を掛け合わせた、月額方式で取る塾を考えています。そこの部分に、さらに、シェアハウス、事業プランはこんな感じです。はい。まず、塾っていうところで言うと、子供たちが集まる場所が欲しいみたいなニーズが、まあ、周りから聞こえてきてですね、その場所を作りたいって思ったんですね。ボードゲームも子供たちだけで集まろうってないですし、まあ、これは調べ不足かもしれないですけど、そういったところを作りたいっていうのがまず1点目にありました。それを自分で始めようと思ったんですけど、どうしても賃料っていうのが重くのしかかってきて、ボードゲームを置くんだったらそこ住んでもいいんじゃないかみたいな思ったんですね。なんでシェアハウスっていうので、ボードゲーム好きな人って多分自分の家がボードゲーでいっぱい溢れてたらすごい楽しいと思うんです。僕は超面白いと思ったんですね。そうだから、その昼から夜の間で、その間にまあ塾1回とか、まあ、2回も使うか分かんないですけど、やった上で、で、帰ってきたら、まあ、自分たちでそのボードゲーム使えるわけじゃないですか。で、僕はすごくそれに魅力を感じてまして、で、声かけてみて、まあ、反応も良かったので、今回やってみようかな、みたいな思いました。シェアハウスに住んでる人は子供たちと遊ぶみたいな、そういうイメージなんですか？それも、ボードゲー塾とシェアハウスは、交流を取らなくてもいいって感じですね。切り分けて考えてます。小学生未満の方を対象にしてる塾って結構いろいろあると思うんですよね。小学生未満ですか？未満。うちも結構活かしてますし、はい、まあもちろんボードゲームとかもやってるみたいで、はい、そことの差別化っていうのがよくわからないのと、仮に僕が親だった場合、うん、上にボードゲームが好きな人が住んでるところに、うん、自分の子供を活かしたいとあんまり思わないかなって、そのセキュリティ面だったりとか。まあ、おっしゃる通りだと思うんですけど、僕は実際に子供を持ったことがないので、実際に親の感覚っていうのはわからないですね。竹内さんがそうおっしゃる要件があるんだとしたら、まあ、もしかしたら入らないのかもしれないですね。僕が親だったとしたら、まあ、別にそんなに感じないというか、上に住んでるからそうなのかなっていうふうに個人的には思ってます。そこはちょっとよくわからないっていうのが答えになりますか、ね、やってくれるっていう方をお客さんにすればいいだけの話なのかなっていうふうには思ってしまいます。周りに気をしなくていいですね。うん、全員の意見じゃなくて、まあ、枠も20人マックスでなん でそういう人たちにまあ声かけていくみたいな感じですね。プライトさん自身が何か教えたりするんですか、それともなんかこう場を作って、はい、あとはその子どもたちが遊ぶみたいな。僕も教えに携わりますし、やりたいんで、僕自身一緒に子供と遊びながら導けると僕は思ってるんで、子供同じレベル同士でのコミュニケーションで何が違うんだろうっていうのを育つですよね。そこがやっぱりボドゲの魅力なのかなと思うんで、両方ですかね。回答でなってますか？目的というかふわっとしてて、はい、なんかこうどういう、まあ、自分の親として、はい、どう子供をどういう目的で そこに入らせるかなっていうのが、なんかこうすごいふわっとしてるなっていう気がしたんですけど、例えば塾であれば合格させるとかゴールがあって、うん、これに対してこう私たちはこんな価値を提供できますっていう形で、まあ、価値とお金って交換じゃないですか、はい、で自分たちのこのプライスさんの授業で子供たちに対して、親御さんに対してどういう価値を提供した上でお金をいただくのかっていうところをもうちょっと詳しくお聞きたいな。ちょっと資料出していいですか？はい、じゃあその私が今そのスライドのプライゼンのですね QR コードが貼ってあると思うんですけど、そちらの方にアクセスしていただいたら、まあ、見れるかもしれないですけど、クリエイティブっていう本がありまして、こちらのボードゲームをやってるだけでも効果あると思います。知能を上げる上でプラスアルファとして教えないといけないことをカリキュラムで盛り込むみたいな今考えてますね。それは何ですか？ボードゲームを遊んでるだけで、うん、あのいいことがいっぱいあるのは知ってるんですけど、うん、その独自のカリキュラムを提供して、うんうん、その対価を得るんですよね。そのカリキュラムは我々に伝えないと、なんかそれは武器なのにもったいなくない、伝えないと。そうですね、カリキュラムとして今考えてるだけ、実際にできるか分かんないんですよ、はい、でやろうとしてるのがそのメンサってあるじゃないですか、ご存知ですか？メンサっていうの180以上のなんか130ぐらい、はい、上位2番ぐらいの頭の人たちが使います。そう、僕らはだってそれぐらいには絶対入れるっていう風な自信を持ってやってるんで、もし差別化図るとしたら、まあ、そこら辺の部分はやっていきましょうみたいな感じですかね。ちょっと分かんないですね。カリキュラムを聞いたんですけど、うん、その IQ 高い人たちを集めてるブランドでしょうかってことですか？そうですね、カリキュラムが何なのかっていうのを質問したんですよ。なんでカリキュラムが、はい、ごめんなさい、今ふわっとしてるんです、はい、まだ決まりきってないんですよ、はい、なんでかっていうと地域の事業に携わったことがないので、はい、どういうふうに作ればいいかわからないというような状態です。提供するものはこれから探していくとこなんですよっていうことですか？で、はい、で IQ130 以上とかっていうのも別に測ったわけじゃなくて、はい、我々はそれぐらいあるだろう、ボードゲーやりまくってたらみたいなことなんですか？まあそうです、これも根拠になるかわかんないですけど、はい、じゃ僕のちょっとウェイス、これがまあなんか一応僕の測ったんですね、 IQ 数値なんですけど、これは割とそうメーサー入れるかどうかギリぐらいらしいんですけど、その一番下のやつの思考、はい、やつが上位 1% ぐらいで、あとは何ですかね、メンサのテストっていうのが20いくらなんですけど、で僕らって言ってるんで、じゃあ呼んでもいいですか、せっかくなんで。
はいはい、呼んだのは IQ についてなんですけど、彼はメンサ会員なんです。元ですけど、一応元メンサ会員の原口です、はい、お願いします、はい、彼呼んだ理由はですね、流れを教えて聞いてないから。僕が正式な団体に所属してないんですよ、まだ。最近気づいたんですよ、7月に測ってみて超高いみたいな。でそっから高い人たちに声かけていったら、僕いじめられてたっていうか、まあ、周囲から孤立してたんですね、小中高を通して。人じゃないって言われてたんですよ、ずっと。なんでかわからないですけど、高校では常識がないなって言われてて、大学では人間じゃないって言われて、社会に出たんですけど1年半人をイラつかせる何かを持ってると、結局鬱になってやめたんですけど、でその原因が何にあるのかなって考えた時に、 IQ っていう差から来る、割と僕はそれに絶望したんですけど、一回その小中高で疑問を抱えてる子が実際に僕の周りにはいます。でそこの人たちが集まれる場所を提供したい。長い今の質問は、うん、なんで俺を呼んだか。彼呼んだ理由でしょ。そう、僕にブランディングないから借りてるみたいな感じです。高 IQ ブランディング。今回ボドゲの地域事業ということで、はいはい、まあ、地域事業をするにあたって、はい、子供を通わせるかっていうのは親御さんの判断になると思うんですけど、はい、ポーカーっていうのは世界で大人気の素晴らしい競技だと僕は知ってるんですよ。あ、はい、ただ日本ではまだまだこうギャンブル感のイメージを持ってる大人も多いものだと思ってるんですよ、うん、 ね、それを地域事業のやつでポーカーって来てくるのどうなんですか。ブランド的におかしくないですか。それを良しとしたあなたもおかしくないですか、はい、超反論あります。反論してもいいですか。はい、もちろん。ポーカーこそ地域でやるべき、絶対。あ、それは分かってます。分かってます、ね、分かってます。そうじゃなくて地域事業のプレゼンしに来たのに、はい、地域事業のお客さんが嫌がるようなことしてどうするのよっていう話だよ。なるほど。それに関しては、うん、まあ、誤解なんで。誤解だと。いや、誤解分かりますよ、分かります。僕は知ってます。損得感情でやらないと商売やっていかないんでしょって話です。それは僕が申し訳なかったです。こいつに話は僕してなかった、はい、あ、まあ、ミスってことですね。僕のミスです。わかりました、申し訳ありません。論点はずれてるとは感じます。聞いた質問に対してちょっとおかしいなとは思うんですけど。そうですね、上がってるのかもしれないです。ちょこちょこ話長かったですね、すいませんって言ってくれたりとか、答えになってますかっていうことを言ってくれたり、配慮は感じますよね。まあ、大変ですよね。頭良すぎちゃって生きづらいってことですよね。皆さんとなかなか合わなくてね。うん、あとボードゲームは多分本当に子供の教育にはいいでしょうね。10年ぐらいボードゲームを自作してまして、それで通信販売とか自分で作ってゲームマーケットとかに出展してるものなんですけども、すごい。それでまあ知り合いとかがいまして、はい、すいません、これが自作ゲームのカタログで、はい、大吉帝国っていうブランドで出してます。そうです、はい、ちょっと本当の本音を言うと、はい、なんか中身うんぬんの前に500万円っていうお金をもらいに本当に来てるのかなっていうのは、はい、それはどういうところですか。例えば500万円皆さんお金出すにしても、はい、もうやっぱり皆さん自分たちが儲かったりしないことには、うん、やっぱまあお金を出したい気持ちになったりとかっていうふうにはならないと思うんですけど、はい、それはまあご自身の、まあ、もちろんこういう素晴らしい能力をお持ちだったりとかっていうのは、はい、もちろん重々分かるんですけど、はい、それ以前にこうキャッチボールがこう成り立ってない感じがするので、このままでは多分お金は絶対出ないんじゃないかなって僕は今思ってるし、皆さんの時間も取ってしまってるんじゃないかなって、はい、一つそのシェアハウスやってそこでボドゲ塾やるその単体については全然うまくいく可能性もあると思うんですよ、はい、このビジネスの広がりとか、はい、500万円出した時の発展性とかリターンを感じないですよね、あんまりなんか旨味を感じないビジネスとしての。なるほど。お友達はみんな IQ 高い人ばっかりですか。すごいお二人とも頭が良くて、はい、すごい、ね、こんなゲームを作れたりとか、はい、もうとてもじゃないですか、僕こんなゲーム作れないと思うんで、はい、突出した才能があると思うんですけど、はい、一人通常の頭の良さで普通のコミュニケーションが取れる人を仲間に入れた方がいいかもしれないですね。頭が良すぎちゃってちょっとその悪気はない、すごくいい方々だって思うんですけど、うん、その受け答えがちょっと変だった。あとね、あの初登場のね、あの後からご登場いただいた方もすごい、はい、あのいいキャラしてると思うんですけど、僕はでも、うん、こいつより友達たくさんいます。あの一般的にはやっぱりここで志願者として出てるのに俺はそこあるじゃんっていうツッコミをするのは面白いんですけど、一般的なやり取りとしてはおかしい話なわけですよ、はい、なのでやっぱりお二人とも突出した才能はあるんだけれども、はい、ビジネスを詰めるとか出資をしたりとかするのにはもうちょっと通常の頭の良さの方がいらっしゃった方がいいんじゃないかなって思っちゃったんですよね。そうです。だからそのお友達をフロントに立たせてお二人はなんていうか違うところで才能を発揮するみたいなフォーメーションがいいんじゃないですか。悪気はないし本当にいい人なのも伝わるんですけど誤解されてしまいますよね。だからそれが今までのね、いろいろ苦労されたことだと思うんですけど、そうですね、はい、僕はそういう人をなんとか才能開花させてなんか事業に生かしたいとかね、そういう思っちゃうタイプなんで、はい、すごくいいと思うんですけど、はい、ちょっと普通にこう意外としちゃうとおって思われちゃう。それがきっと保護者にも思われてしまう。そうなんですよね。そうなんですよね。わかります。ビジネスに関して言えばいけるんじゃないかなって思ったんです。利益共存の関係を結んでいけばみたいな関係で、公益団体の人ってなんか閉じこもってる人が多いですよ。メンサとかもそれだけでクローズしちゃうみたいな。で僕らもそう見えるかもしれないですけど、その頭のいい子供たちはすげえなんか気があったりするんでしょうね。そうですよと僕は思いますよ。ただ保護者がやっぱそこは権限を持ってると思うんで、そうなんです、ね、なんだこの人たちおかしいなと思われちゃったらでもお金は出ないと思うんで、子供たちは仲良くなれそうな気がしますよね。天才は理解されませんからね。まあ、そういう方々の受け皿というか悩みの相談の相手っていうのは一定数ニーズがあると思いますね、はい、ただ
ちょっとなんかやっぱ変わってるって思われちゃうと思うんで、そこですよね、そこをどう乗り越えるかですよね。僕はなんか分かりすぎるだけに、そのカードゲームの授業やってて、ボードゲームの授業じゃないですか、はい、で非常にこう期待が大きかったんで、ちょっと厳しい目で見ちゃってるのは正直あると思います、うん、そんなにフォーマルな業界じゃないんで、カードゲームもボードゲームも正直自分たちでマイペースで授業を進めていくんだったらフランクな感じでもいいと思うんですよね。ただお金を500万円引き受けて成功させますっていうのとか、はいはい、あとはそのお客さんは子供でも実際その決済するのは親って考えた時に、はい、ある程度のそのフォーマルさとかマナーっていうのは必要になってくると思うんですよね、うん、資料を取るのに椅子に座ったまま体180度回転させて取った行動とかはなんか、うん、舐めてんのかなって思いましたね正直。仕事立って後ろに行って取ったらいいのにみたいな、友達ん家でやってんじゃないのかなっていう感じがしました、うん、了解しました。ちょっと悔いも残しても嫌なんで喋りますけど、マジで僕わかんないですね、それの気持ちが。心が小さいんじゃないかなって思うんですけど、今の話聞く中でおっしゃることはもちろんそうだと思います。ただ実際に今何か数名の方分かる、そういう人がいるって分かるって言ってくださったじゃないですか。分かってくれる人もいるんじゃないかな、お客さんをコア客として僕は、結んでいきたいなっていうふうに思っています。僕の財通商ちょっと同じ意見なんですけど、いらっしゃった時からあの名前の紙踏まれたりとかしてもすごい気になったんですけど、うん、はい、それでも、まあ、踏まれてても、まあ、気づいてるのは、まあ、社長さっき取られましたけど、はい、ああいうのがすごい気になったりとか、まあ、さっき椅子もこうボーンとやったりとかってもすごい気になるんですけど、なんかそういうところからじゃないかなって僕はちょっとあの思ってしまったのが、あの事業云々じゃなくて、でそういう人としてってことですよね。そう、まあ、そうですね、人にこうお付き合いするそういうところからじゃないかなってちょっと思ったのがあの本音です。すみません、ごめんなさい。人って何ですか？人ですか、はい、説明できますか？今人としてって言われましたけど、僕が誘導したんですけど、はい、人について教えてもらってもいいですか？僕は回答を持っています。今人っていう言葉を使われて人としてどうなのかな。いや、仕事場で一般的にやっぱお金もらったり、一般的ですよね。ごめんなさい。だってあなたご自身でって来てるんじゃないですか。ここにだってお金いただきに皆さんに来てるんじゃないですか。はい、でご自身の考えをここに持ち込んだりとかっていうのは僕ちょっと違うんじゃないかなってあの思いますよ。そうですね、投資家の意見をもし論聞くのは大事だと思うんですけど、もし可能でしたらごめんなさいね、載せてしまって、あのここにお金をいただきに来るあの一人の人間としてっていうことじゃないかなって思います。別にそれはご自身を ご家庭とかお家とか別に自由にしたらいいと思うんですけど、やっぱりここに来たらその TPO に合わせて、そこの場に合わせて、うん、やっぱりお金を皆さんいただくわけですから、うん、相手に気遣いがあったりとか、はい、そういうのがあって当然なんじゃないかなって自分の個人的には思います。もちろんそうです、はい、言葉尻取ってどうこうっていう話をしに来たんじゃないですよね。別にディスカッションなんかディベートしに来たんじゃないし、そもそもだけど上社長が言ってるのは、うん、あのゲーマーとしてさ、この令和の虎でオール達成というゲームをクリアしに来たんだったら準備不足だよ、はい、あなた思いません？思います。攻略十分考えてきました。ただ立ち振る舞いがなんか全然予習してきてないなというか、うん、誰がいい顔してます今、誰が微笑んでその熱心に話聞いてます今。人っていうところでトラウマがあるのは分かるんですけど、この今の回の本筋と関係ない話じゃないですか、あなたにとって人とはって上社長に聞くの。そうです、ですよね、はい、だからそれは余計なことなんでやめた方がいいんじゃないですか。はい、分かりました。大丈夫です、本当にすいませんでした、僕が間違ってました。そういうところはもう治んないと思うんですよね。でもその分突出した才能があると思うんで、その部分を伸ばしていくのがいいんじゃないかなと。もちろんそういうところを直した方がいろいろ有利になると思うんですけど、多分今までも随分それは苦労なされて変えようと思ってたけれども、なかなか合わせられない、理解できないっていうものだと思うんで、その分気づかない分何かしらが突出してるんだと思うんで、僕は踏んじゃうところとか椅子くるっと回っちゃうところとか、人としてってところが気になっちゃうところとかってのは多分これからも気になっちゃうと思うんで、心がけたらいいことあるかもしれないですけど、どちらかというとボードゲームを作ることとか、そっちの思い長所を伸ばしていった方が僕はいいと思いますけどね。わ、うん、かりました、ありがとうございます。両社長は全然そういうつもりはなかったと思うんですけど、人じゃないって言われてあった気がしたんですよね。はい、けど絶対そういうことではないですからね。ごめんなさい、僕は逆にそういう欠落してる人の方が突出した才能があるんじゃないかと僕は思っちゃいますね。悪気はないですよ、絶対僕より頭いいんで。僕も悪気はないっちゃうんですよね。僕もそう思います、はい、求めてたものと違う、そうですね、結末っていうか、うん、それを自分で出してましたね。ごめんなさい、これを踏むのも僕は正規ですっていうか、ゲームっていう風に例えられましたけど、それだったら攻略本当に失敗でしたね。僕はですけどこの事業が絶対成功すると思ってます。で、まあ、彼含むんですけど、周りの人に取ってくるっていう風に言いました。僕の周りにはなんですけど、いろんな人がいて、僕に期待してくれる人もいます。で、その人を裏切ってしまうことになるのがすごく申し訳ないと思いました。すいませんでした、またちょっと改めたいと思います。では最終決断に入ってまいります。はい、先ほどちょっと怒られているか指摘された部分たくさんあったと思うんですけど、はい、やっぱ私もこうそういう友達いる中でなんかすごい頑張ってほしいなと思ったんですよね。はい、こういう人が成功しないって今多分全員思ってるし、多分コメント欄とかに言われると思うんですけど、はい、なんか今のこう涙の気持ちとかを忘れずにこうやってってほしいですし、はい、そうなった時にすごく私は嬉しいなと思ってるんで、もう100万ちょっと出させていただきます。はい、逆転してほしいです。じゃあ松田社長から200万嬉しいです。はい、
はい、僕はボードゲームはめちゃめちゃ魅力的です。カードゲームの授業やってて兄弟のような存在なんで、ボードゲームの授業頑張りたいっていう人はすごくお金を出して、応援したし関わりたかったけども、やっぱりこの今のビジネスプランには魅力を感じませんでした。はい、ナッシングです。はい、まあもちろんどこか突起した能力はあるとは思うんですけど、はい、この今日の時間では見つけることができなかったので、はい、はい、以上です。僕もナッシングなんですけど、はい、あと声やらなくてしまってごめんなさい。いや、以上。すいません、ナッシングです。すごい、突出した能力を持ってると思うので、はい、2人をプロデュースしてくれるようなプロデューサーをぜひ見つけて、その人を窓口に再チャレンジしてみるのがいいんじゃないかなと思います。わかりました。ありがとうございます。今回は残念ながら、ナッシングです。はい。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、すいません、はい、ダダこねていいですか。どうぞ。僕の事業プランなんですけど、ちょっとダダこねますけど、最近その500万とか1000万とか言ってるラーメン屋さん見たんですよね。でミニマムで始めれば230万あれば多分僕の貯金合わせて回るプランなんですよ。ボードゲームのやつ、ボードゲームを融資で集める、で広告費用ゼロでやる、 YouTube 全部自分で編集する。そしたら初期費用の170万ですよね。でそこだけでできるんで、200万のスモールサイズでもできます。やめろ、このゲームのルールを君理解してない。いや僕はやめろ、それでできるんだったらミニマムでも200万あればできると思ってるんでお願いしたいな。最初から200万で計画出せばいいじゃん。いや違うんですよ、だ全員に僕の事業プラン超優秀だから100万100万100万で折れると思って500万にしたそうだろうねだから最初ミニマムで230万って書いたんですけど、そこにいろいろ数字を付け足したんで、だから200万あればこの事業はできます。でチャンスをください。天才です、天才です、天才。あのめちゃめちゃ面白いんですけど、はい、あのゲーマーの株下がるんでそろそろ上げられてもらってもいいですか。いや僕はこの場に来て最後まで諦めないって決めなって。いやいやいや、燃え尽きたみたいな。もう500万めっちゃ面白いよ。500万取れなかったら、もらえなかったら死ぬくらいの思いで。心ありますよね、結構ありますね。ね、はい、そのなんか本編中にそのどんどんグリグリ出してほしかったなって思ってましたねあれですよね、誰かからやっぱり出すなっていうのを期待してプレイしてる状態。違いますね、どっていうと、はい、ミニマムで200万でもう200万欲しいな。そうです、僕も想定外だったんですけど、ちょびっくりして500万見なかったのが絶対ボールになると思ってたんですね。絶対ボールになると思ってました。思い通りいかないことっていうのは存在するかなと思いますよね。わかりました。人の特性として頑張ります、自分なりに。